2022読売ジャイアンツ対東京ヤクルトスワローズの第22回戦、本日予定されております両チームのスタジアムラインナップ、さらに審判の公式プロフィールをお知らせいたします。はじめに先攻の東京ヤクルトスワローズ、1番センター塩見、1番センター塩見背番号9、2番レフト木村さん、2番レフト木村さん背番号2、3番セカンド山田、3番セカンド山田背番号1、4番サンゴ村上、4番サンゴ村上背番号55、5番ファーストオスナ、5番ファーストオスナ背番号13、6番ライト三振派、6番ライト三振派背番号25、7番キャッチャー中村、7番キャッチャー中村背番号27、8番ショート長岡、8番ショート長岡背番号28、9番キッチンが2番台、9番キッチンが2番台背番号70、東京ヤクルトスワローズを率いますのは高津慎吾、監督高津慎吾背番号22、続きまして後攻読売ジャイアンツのスターティングラインナップの発表です。
ジャイアンツを率いる監督、原辰徳、背番号83。公式記録員は藤原でございます。